カペナウムのシナゴグ古代ローマ時代の遺跡な種と、聖堂カペナウムは、新約聖書に登場する、ガリラヤコ湖の北西岸にある町のことである。今日のイスラエルのテルフウムにあった。新共同約聖書では、カファルナウムと表記。日本聖教会約聖書では、カペルナウムと表記される。地名は、ケイエフハーネーハム、ナフウムの村を意味する。 イエス・キリストの交渉外の宣教のうち最も重要なガリラヤ伝道の本拠地になった。聖書では旧約聖書には登場せず、福音書にのみ登場する。ゆえにバビロン補修以降に建設されたと言われる。ローマ帝国の属州だったユダヤのローマ軍の中屯地として栄え、修税書があった。イエスにとって自分の町であったと述べている。イエスはここで、 中部にかかった百人隊長の下部屋、熱病で寝ていたペテイロの姑、汚れた霊に疲れた人、四人のものに運ばれてきた中部の男、などを癒した。また、カペナウムの役人の息子の病を癒した。五千人の給食や命のパンの説教はカペナウム街道でなされたと言われる。また、マタイの福音書を記した元州税人。 マタイの証明もカッペナウムで行われた。イエスのこれらの活動にもかかわらず、カペナウムの人たちは悔い改めなかったので、この街はハディスに落とされると滅びることを予言した。現在は廃墟になっているが、聖教会の七首都聖堂が1931年に建設されている。19世紀より西洋人の探検からによる発掘が進み、 ガリラヤ湖の北側のテルフームで、かなりの広範囲に、カペナウムの廃墟が発見された。紀元前1世紀より紀元7世紀まで人が住んでいたことが分かっており、ハスモンガサにより、紀元前2世紀頃に建てられ、ユダヤ戦争では、戦場とならずに住んだものの、やがて衰え、11世紀までには放棄されたとみられる。ここからはイエスが教えたと言われるシナゴーグも、発掘された。 伝承によると、勘、民営もカペナウムであったと言われている。ありがとうございます。